はい、えー。それではあ、行列式の性質をまとめておきましょう。えー、基本変形に関しては、このようになったわけですね。えー、基本変形に関しては、PNIJC、えーえー、i 行のお、J 行の C 倍を i 行に加えるとかあ、J 列の C 倍を i 列に加えるといったようなあ、i 列の C 倍を J 列に加えるといったような、まあ、どうでもいいですが、要するにそういう基本変形に関しては、あ行列式は変わらない。 から、ある行ある列を C 倍したものは行列式が C 倍になる、えー、逆に言うと、まあ、何かある行が3でくくれるとか5でくくれたらそれは外に出してよろしいということですねで入れ替えは符号が変わりますので奇数回入れ替えたときは符号が変わるということに注意するとまた点値に関しては行列式は等しく行列式の席に関しては積行列式は元の行列式の席になると ブロック分けについてはこのように等式が成り立つので、ここで注意してほしいのは、仮に A と D と B と O が全部、例えば 2×2 の正方、2次正方行列であったり、3次正方行列であったとしてもですね、これの行列式を A の行列式 ×D の行列式引く B の行列式 ×C の行列式みたいな計算をしてはいけないと。それは絶対に成り立ちません。そんなものは成り立ちません。ここは0だから言えるという。 0、ね、だからあの多重線形性とかが使えてこれを FA と置いたらこういうふうに出たわけですね。証明を思い出してもらったらそんなことはできないことは大体わかると思いますができない例はいくらでも使えると思います。作れると思いますのでちょっとどうしても信じられない人はやってみてください。はい。でいくつか例ですが2次の場合は、まあ、こういうふうにして行で今,変今の RN のパターンですね。QN のパターンですね。20でくくり出して計算したらよろしいと。まあ、これは 20×5×3×40 とやってもいいんですけども、まあ、一応、例としてくくり出してみました。それから、こういう大きい数の場合もですね、うまく基本変形を使って数を小さくしていくと、例えばこれだと、1行目をですね、2行目から引いて17、8と、まあ、小さい数にしていったわけですね。で、この8を、えっと、 この717 0この1列目を2列目から引いてこうしてで、えー、今度は179-9の4倍を引いて、えー、こういう感じにして、まあ、2を出した2を出してきましたのでこの2でこう1を作って、えー、で1でまた吐き出して,てここお互いにこう引いたり足したりしていくことによって、えー、こんな10とかなってきますので結局まあ、えー、このような小さい数、えー、まあそれほど まあ 2, 2, 桁2桁かける2桁は1回で済むような計算ですね。をやればいいということになって、まあ、それもうまく容量やると、要領よくやると簡単に計算できると。30の場合もですね、列基本変形や行基本変形を使ってやっていきましょう。例えば行に関してこのように変形すると、これは1行目の3倍を2行目から引いて3行目に加えるというふうにしています。 で、その後、1を使って1列目を吐き出して、えー、入れ替えてマイナスの100にして、で、ブロック分けを使って、えー、マイナスのこれになって、で、上で使ったテクニックを使って、えー、こうやって14の3倍して引いてってやっていくと、まあ、比較的容易に計算ができますということですね。